ドロップキック。さあ、真ん中来たって言ったらすごい失礼な言い方かもしれませんけど、はい、志田君のドロップキックなんか、いわゆる全場スタイルのドロップキックを継承してるっていうか、そうか、ランニングドロップキックね、そうですね、ますよね。やっぱりね、キャリアが似通ってるモードっていうのは、やっぱ力がいつもの倍以上ありますよね、意識が違いますからね。あとこの中で渡辺がね、ちょっと別格ということで、どういう動きを見せてくれるか、そうでしょうね。コーナーで釘付けの渡辺ですけども、ここまではキャストロンリーバトルがついているチャパリとアカリ、久しぶり12月以来の復帰戦ということになりました。この12月にあのホットの蹴りをもろに顔面に食らいまして、その後試合続けてね、戦いは戦いに来ましたけど、そうそう、南と組んで満たしてもらったんですよ。ちょっとまだ強制不足で、2回目で。